三代目、林家菊丸は、三重県四日市市出身の落語家。本名、池山博一。吉本興業所属。情報落語協会会員。小学校の修学旅行で、京都花月を見たことで落語に興味を持つ。亀山市立亀山中学校、三重県立川越高等学校卒業。大阪産業大学中退。大学時代には、落語研究会所属。半年で中退し、1994年7月に四代目、林家染丸に入門。中学1年で両親が離婚し、父に引き取られる。高校2年の時、父に、悪いけど、母親のところに、姉と言ってくれと言われ、母と四日市で暮らす。高校の同期に、お笑いコンビ、エレキコミックの八井一郎がいる。古典落語から、新作落語まで、幅広くこなす。また噺家ある、あるネタが得意。子供の頃から、ルービックキューブも全面揃えられる。林家笑丸、笑福亭友之助、桂美幸、桂三四郎と、ラック5というユニットを形成し、そのリーダーを務める。2013年9月27日、情報落語の由緒ある名跡である、林家菊丸を、ほぼ115年ぶりに復活させ、三代目として、襲名することが発表され、2014年9月27日に、なんば、グランド花月で催された、襲名披露公演をもって、正式に三代目、林家菊丸を襲名した。2015年9月1日付で、三重大学社会連携研究センター社会連携特任教授に就任した。ほか、ありがとうございます。